当たり前のことが当たり前にできない。現在総人口に占めるニートの数は69万人おり、非正規雇用として働いているいわゆるフリーターの数は2064万人いる。日本の労働人口は6800万人なので、今日本人の3人に1人は非正規雇用として働いている。2000万人以上というとてつもない数の人が非正規雇用として働いている国日本、そこには非常に根深い問題があります。当たり前のことが当たり前にできない。あなたもそれで悩んだことはありませんか？私もそうでした。私は17歳の終わりにした工場のライン作業が初めてのバイトでした。そこを1ヶ月でクビになりました。理由は物を落として壊したからです。何度も。その次はドラッグストアでバイトをしました。そこは3ヶ月でクビになりました。理由は他人のエプロンを勝手に着たからです。当たり前のことが当たり前にできない。ただ単純に流れてくるものを取って段ボールに入れるだけのことが本当にできなかった。物を持てばなぜか壊していたんです。当時の私はとにかく当たり前のことが当たり前にできないという典型的例題で、だからこそできない人の気持ちがよくわかります。私がそうだったから。だけどここで理解できないのは、多くの人は自傷に入っちゃうんです。日本人は何かヘイトフルなことが起きた時、暴動に向かうのではなく自己責任っていう洗脳にかかっているので自傷に向かっちゃうんですね。今回もそう。なんでこんな当たり前のことができないんだ、なんでこんな簡単なことが理解できないんだって自分のことを責めるんですが、はっきり言ってそれはあなたのせいではなく、あなたの親のせいなんです。金魚が病気にかかった時、私たちは金魚単体に原因がないかを探るんですが、病気の原因をもたらしていたのは金魚側ではなく水槽だったりするシステム側の問題だったりするんです。今回で言えば当たり前のことが当たり前にできない、その原因はあなた単体にあるのではなく、あなたの家庭に原因があると私は思います。この問題には裏テーマとして過保護という社会問題があり、過保護の何が問題かって簡単に言ってしまえば、親が子供の全ての面倒を見続けてしまったがゆえに、その子供が社会に出てから地獄見たっていう問題。なんで過保護の子供が地獄見るかって、小学6年生の比較をすれば簡単にわかるんですね。1年生の時から6年生まで6年間毎日家事の手伝いをやってきた小学生と、6年間一度も家事をやったことがない小学生、この2人を比べてどちらが社会に通用すると思いますか？悪いんですが、もう全く次元が違うんですね。うち仕事を6年間やってきた小学生はすでにその時点で社会に通用するレベルに達しているんです。多くの人が勘違いしているなって思うことがあって、子供の仕事は勉強することだとか遊ぶことだとかっていろいろ言われているんですが、全然それ違って、子供にも仕事はちゃんとあるんです。それがうち仕事。そもそも仕事には2種類あると言われています。うち仕事と外仕事。うち仕事は家の中でする仕事、家事などを指し、外仕事はお金を稼いでくる仕事のことです。そして子供にはうち仕事を家事をさせるべきだと私は思います。なんで家事をさせるべきかって、それは大人になってから一人暮らしで困るからとかそういうことじゃないんです。この動画を見ている人の中にも百姓の子っていると思うんですよ。家が農家ですって。百姓っていうのは仕事が100個あるっていうくらいいろんな仕事があって、それを家族みんなで手伝ってやっていたんです。それが今はどうかって、子供が家に帰ってするうち仕事なんて何もないんですね。親が全部やっているんです。洗濯機回して掃除機かけて皿洗って火回して全部親がやって、子供は勉強してるだけ。子供は卵焼き一つ、洗濯機の回し方一つ知らなかったりする。その状態で20年後とか急に外出されて仕事やらされるんです。そりゃ長続きしないですよ。1年2年でみんな辞めちゃう。なぜなら準備をさせてきてないから。机に向かって数学とか国語の問題解かせることが社会で働く準備になるとマジで勘違いしてませんか？学校の勉強と社会で働くことは向いてるベクトルが全く違うんです。学校の勉強は大企業に入る準備にはなるかもしれませんが、そこに入ってから生き抜くための術にはならない。結局勉強だけしてたらフィジカルの部分が全く足りないんです。サバイバルできないんです。なぜ子供にうち仕事をさせるのかって、失敗を経験させ工夫を身につけさせるためなんです。この家事の過程では子供は最初何度も親から怒られるんですね。そうじゃないこうだって態度でも言葉でも親から嫌な顔をされて本当に嫌になるんです。この嫌になる時に大人になった時に使えることが学べる。失敗した時のいなし方とか、人と人との関係とか、仕事への折り合いのつけ方とか、家事をしている時にもう学んじゃえるんですね。そんないろんなことがうち仕事から学べるのに、お母さんが全部やっちゃうんです。明日の準備とか、身の回りの整理とか、自分が汚した服とか、お母さんが全部整理しちゃう。そうやって子供の仕事を奪っちゃうと、大人になった時、本当に苦労するのは子供なんですね。動けないんですよ。何かが起きた時、もちろん工場のライン作業で、やることは4つみたいなロボット的な行動ならできるでしょうが、中小企業に入って、営業行ってサイト作って、資料整理してって、そうなると応用が効かない。工夫が効かないから積むんです。そこで工夫ができる人たちが、サバイバルして生き抜いているのが、この社会なんです。だからそういう現場いる人たちから言わせれば、理科とか社会とか、意味ないってみんな言うんです。暗記的勉強が向いてるベクトルと、社会で生き抜く力のベクトルは、全く向いている方向が違うから、学校の勉強が現場で使えると思うなよって、みんな怒って
ってるんですよ。だけど打ち仕事をするベクトルと社会で生き抜く力のベクトルは向いている方向が一緒なんです。だから打ち仕事はやらせるべきなんです。問題は何かって人に任せられない大人たちなんですよ。私がやった方が正確で早いって子供に一切やらせなかったりするんですが、これは仕事も似てますよね。俺がやった方が早いって部下に仕事を任せない、いや任せられない上司っているんです。そういう人ってそれ以上ないんです。部下に任せる勇気が上司には必要。家庭も似てます。これからどうなるかわからない。大企業は終身雇用を切った。非正規労働者は2000万人、3人に1人は非正規で雇用が不安定な状態で働いている。そんな時代に子供に暗記をさせることが本当に準備になっているのかを親は考えた方がいいです。私はもうちょっと子供たちを信頼したり、子供たちに責任を持たせたり、子供たちに役割を与えたり、勉強とは別でもっとフィジカル的な教育を施した方がいいと思います。子供にとっては本を一冊読むより洗濯機が自分で回せるようになったという一つの体験の方がはるかに学びになるんです。